皆さんこんにちは、京都芸術大学の小崎です。本日は京都芸術大学の社会実装プロジェクトを紹介しようと思います。社会実装プロジェクトというのは、企業や自治体の方からお仕事をいただいて、学生がプロジェクトベースで進めていくといったものになります。で、まあ、実際の、ね、プロジェクトがどのような形で進んでいるのか、プロジェクトに参加した学生をお呼びしてお話を、ね、聞いてみたいなというふうに思っております。今日ご紹介するのは富国アトリウム空間プロデュースプロジェクトに参加した学生の皆さんです。皆さんよろしくお願いします。お願いします。はい、ではもうちょっと早速なんですけれども、皆さんの学科とコース、そして学年を教えてもらってもいいですか？空間 H デザイン学科空間デザインコース4回生のチャキです。よろしくお願いします。情報デザイン学科ビジュアルコミュニケーションデザインコース2回生の上田千尋と言います。舞台芸術学科舞台デザインコース2回生の加藤です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はね、3名をお招きして話を聞いていこうと思うんですけれども、まずすごくプロジェクト名としても長めのお名前なんですけれども富国アトリウム空間プロデュースプロジェクトというプロジェクトなんですけれども、実際どういったプロジェクトなのか、ちょっとご紹介してもらってもいいですかね。チャキさん、はい、お願いします。はい、富国アトリウム空間プロデュースプロジェクトでは、大阪梅田にある富国生命ビルの地下2階にあるアトリウム空間をプロデュースするというプロジェクトです。この富国ビルは胎児をイメージして作られているビルになります。で、うん、梅田っていう都会には言いながらも大自然を感じられる様々な演出が施されている場所です。ホワイト梅田とつながっていて、1日で約 1.7 万人もの人が通る場所です。で、そのアトリウム空間で夏にはライブペインティング形式で3メートル ×9 メートルの巨大壁画を制作します。で、冬にはスノーマンフェスティバルに向けて本格的な立体制作をしてオブジェを制作します。このプロジェクトは通年を通して行われるプロジェクトになってます。はい、ありがとうございます。チャキさんのお話の中では、このプロジェクトではこう平面と立体両方にこう挑戦できるということだったんですけれども、まあ、それぞれ具体的にどのような作品を作ったのかっていうのを知りたいなって思うんですけれども、まずちょっと平面、どんな作品を作ったのか上田さん教えてもらってもいいですか？はい、去年は宇宙をテーマにスクラッチアートっていう技法で制作しました。宇宙っていうのはまだ生命が確認していないとか、人類が宇宙へ行くことはなんか生命の可能性だったり希望が宇宙に広がっていくことを意味していると思ってて、でその生命の可能性の象徴として地球のさまざまな生命が未知なる宇宙に広がっていくっていう様子を惑星に当てはめて去年は制作しました。なるほど。スクラッチアート？スクラッチアート、うん、アートって何のことなんですか？そうですね、スクラッチアートっていうのは多分皆さん幼少期とかでなんか幼稚園の時になんかお遊戯なんかやったみたいなあると思うんですけど、なんか1層目にカラフルなこう下地を描いて、で2層目に黒く塗りつぶしたクレヨンでこう黒く塗りつぶして、最後にそのカラフルなこの1層目を竹串か何かでこう削り出したら、そのカラフルな層がこう削った面に現れて、なんか絵柄が見えるっていう、そういう技法です。あ、なるほど、わかりました。こう上からこう塗って削る感じ。あー、すごいわかりやすかった。ありがとうございますそれでこの作品を作ったっていう感じですね、はい、ですありがとうございます。じゃあ平面ね、お話伺いましたから立体の方もね、紹介してもらいたいと思います。加藤さん、お願いします。はい、昨年の立体制作はメリーゴーランドをオブジェの大きな形として取り入れてまして、なんでメリーゴーランドにしたかっていうと、メリーっていうのが楽しいって意味で、ゴーランドっていうのが回るっていう意味だったので、その梅田は人がすごく行き交う場所なので、それに合ったものだっていう風に考えがまとまって、メリーゴーランドをオブジェの大きい形として取り入れることにしました。メリーゴーランドの中にはそのスノーマンの街っていうのが広がってて、このオブジェ自体、その梅田で開催されるスノーマンフェスティバルっていうのに合わせて作るオブジェなので、それを取り込めるようにっていう風で、スノーマンの街が広がってるっていう風にして、昨年は制作をしました。あ、だからこの色合いのメリーゴーランドに、雪というかね、冬というかイメージしたような色合いのメリーゴーランドになっているんですね。はい、はい、
ありがとうございました。プロジェクトに、ね、参加するのはもちろんあの自主的に選んでするものなんですけれども、上田さんと加藤さんは1回生入学したての1回生で初めて挑戦したプロジェクトがこのプロジェクトだと教えてもらいました、お二人ともどうしてあのこのプロジェクトに参加しようと思ったんでしょうか。プロジェクトの説明会っていうのがあって、でなんか大きな行動でみんなでこう集まって聞くんですけど、その時にこの富国プロジェクトがプロジェクトの内容もすごい、私は高校の時アクリル画を描いてたんですけど、絵を描くっていうのがしたくて、富国プロジェクト絵も描けるし、でそれも立体もできるっていう、なんか2つなんかできるっていうのがすごいいいなと思って、でもう一つ最大の決め手だったのがその LA さん、この3人の滝さん含む3人の方がすごいプレゼンが上手で、え、チャキさんが LA さんだったの、その時の。そうです、ちょうどその今の加藤さんと上田さんがメンバーの時に説明、はい、プロジェクト説明会で説明した LA です。あ、なるほど。え、ちょっとね、聞いてる高校生の皆さん、 LA さんって何って思うと思うんですけれども、チャキさん、 LA さんって何ですかね。ラーニングアシスタントっていう名前、正式名称なんですけど、教員とメンバーにはやっぱりその1年生だったら初めての教員、プロジェクトで初めての教員っていう形になると思うんで、その教員とメンバーの壁をなくすために教員とメンバーをつなぐ役割を主にしています。なるほど。大体はこう経験したあの学生が次 LA さんとしてプロジェクトに参加するという形ですか。はい、そうです。はい、今実はね、あの上田さんと加藤さんがLA さんと、ね、こう成長して、なっているということを聞いております。頼もしいですね。じゃあちょっとあの加藤さんにもどうしてあのこのプロジェクトに参加しようと思ったのか聞かせてもらってもいいですか。はい、私も最初にちゃんとプロジェクトを知ったのは入学した後に、そのいろんな学校でやる行事だったりとかどう案内が出てたので、それを見てまずプロジェクト説明会に参加しました。でその参加して、その説明の中であった富国っていうのが、その平面も立体もどちらも体験できるっていう風に書いてあったので、私はその普通科高校で全然美術に特化した学科にいたことはなかったんですけど、だからこそなんか全部できるようになりたいなってすごい思ってて経験積みたいなっていう、はい、経験積みたいなっていうのもあって、あと舞台芸術学科っていうとどうしても立体も平面もどちらも必要な要素になってくるので、確かにそれも込みで学科の内容だけじゃない部分でなんか自分のプラスになる技術を磨きたいなと思って、うん、富国プロジェクトを選びました。あ、なるほど、チャレンジャーですね。外に、ね、学科につながる学びをあの体験してみようっていうか、はい、挑戦してみようっていうのがね、ありがとうございました、はい、いやでもそれにしてもね、1回生から参加するってなかなか勇気がいることだったんですけれども、やはり、まあ、プロジェクトを進めていく中で困難なことであったりとか、まあ、難しいことっていうのもあると思うんですよね、まあ、どういったことがなんかちょっと難しいなって思ったのか、なんか残っていることありますか。私はなんか案出しが一番大変です。案出しというのは、まあ、この平面なら平面、立体なら立体のどういう作品にしようかっていう案をみんなで出すということですね。そうです。その学生が主体となって、やるので、本当に一から私はこういうものが作りたいっていうのをみんなで100案ぐらいこう出して、で100案ぐらい、そうですよ、100案ぐらい出してとにかくあの出すみたいな、あ、それいいねとか、あ、これいいじゃんって、こう、どんどんアイデアをこう、膨らませていく。で、そこから、だんだんこう、3案ぐらいに最終的に絞って、プレゼンテーションに持っていくっていうんですけど、その案出しが、結構その、コンセプトとかもこう、どんどん考えていくので、自分の考えがこう、まとまりづらいとか、そういうのもあって、結構葛藤しながらやっていきましたね。なるほど。え、じゃあ、案を出して、で最後、3案ぐらいにまずは絞るっていう、ね。そうです。ね。え、その後、どういった流れで、プロジェクトって進めて、られていくんですかね。チャキさん、その辺教えてもらってもいいですか。その3案に絞った段階でクライアントさんにプレゼン、実際にクライアントさんが学校に来ていただいてプレゼン、企業さんの前でプレゼンをして、その後一回持ち帰ってもらって、いろいろ会議とかあって会社の方で、で実際このメールでこの案でお願いしますっていう風に結果が返ってくるっていう形で、でもその結果うまくいった年だったら、うん、そのまんまのコンセプトとビジュアルでお願いしますっていう風になるんですけど、去年だったら少しちょっと難航して、クライアントさんから結果返ってきて、この案でお願いしたいんだけどっていう風にこう修正、ビジュアルをもうちょっとこうしてほしいっていう提案があって、やっぱそこはその産学連携プロジェクト
クライアントさんがいるからこそのその部分っていうところかなっていうふうに思います。なるほど、まあ、学生の、まあ、意図であったりとか意思っていうのもプレゼンで伝えながらやはり、まあ、企業さんの意見っていうのも取り入れて一つのものにしていくっていうような難しさがあるんですね、はい、プレゼンって緊張しますよねなんか噂によると上田さんがプレゼンに臨まれたということなんですけどどうでしたかね。でもガチガチでした。ガチガチでした。緊張しますよね。スーツをピシッと着られたこのクライアントさんがずらーってこう並んでる中、メンバーみんなでこうなんかマイクを持って案を言うんですけど、原稿とか前日からなんか伝えることをこうまとめてるんですけど、うまくこう喋れなくてなかなか頭が真っ白になったり大変だったんですけど。大変だった。1年生でね、初めてこうプレゼンテーションをするっていうなかなかのハードルだった。いやでもそれもなんかプレゼンをやってみたらって後押ししてくれたのもその LA さんの一人だったんですよ。なんかその LA さんにもされて、あ、じゃあやってみようかなってちょっと勇気を出して立候補した感じだったので本当にそうだったんですね。感謝してます。もともとはあんまり人前で喋ったりするっていうこともしないタイプ。いやなんかしてたしてちゃうんですけどうまくこう喋れないっていうか今もこの空間もそうなんですけどそういうことないでまだ喋るの慣れてなくてなんか今も試行錯誤してるっていうか試行錯誤練習中っていう感じですね、はい、はい、ありがとうございます。次の質問行ってみようかな。プロジェクトをしていて嬉しかったことってこうありますかね。加藤さん何か、はい、あったら教えてください。はい、私が嬉しかったことは、夏の壁画も冬の立体制作もどちらも作品がちゃんと展示できる形になったことが嬉しかったです。そのプロジェクトなんで作品が完成することは、まあ当たり前って言われたら当たり前なんですけど、実際やってみると、やっぱり今までに経験したことのない希望感で作品作りが進んでいくので、時間に追われてたりとか、授業との両立だったりとかで、やっぱり切羽詰まってきちゃう。とかそのスケジュールがわーってなってあどうしようみたいになっちゃうけど、うん、その中でもそれぞれみんながそのサポートできるところだったりとかを入ってなんか作品がちゃんと一つのものになってその展示できたのは本当に嬉しかったなっていうふうに思いました。なるほど、みんなでこう、ね、苦しみながらもこう出来上がったってい う, こう達成感ですかね。はい、出来上がったなんかものをこう、まあ、実際に通行される方が見られるんですよね。はい、そういった反応でちょっと嬉しかったなっていうことチャキさんあったりしますか。やっぱりそのライブペインティング形式でやってるので実際にその通行人の方だったり OL さんとかのお昼休みとか見に来てくれたりするんですよ、うん、書いてる時にで、いつも見に来てるよって、うん、毎日楽しみにしてるよっていう風に声かけてくださったり、嬉しい、はい、子供がそのワークショップも実際にやってて、うん、その中でそのワークショップに子供が来てくれて何やれみたいなわざわざその泊まってくれるっていう、うん、壁画に興味を持って泊まってくれるっていうのがすごい嬉しかったことですね。じゃあただ単に皆さんは壁画をこう自分たちが作るっていうだけじゃなくて、うん、ワークショップでそれに参加してもらえるっていう状態だ、はい、あなるほど、じゃあみんなで作り上げる空間っていうのを意識した年だったんですね。はい、でワークショップもその子供だけじゃなくてその、うん、その保護者の方だったりその幅広い年齢の方に来ていただいて、うんうん、来ていただきました。ああなるほど、じゃあやっぱり私ちょっと意外だったんですけどなんかみんなで作品バーン作ってバーン飾ってるっていうイメージだったんですけれどやっぱその空間を通してつながりがこう、うん、生まれるような会話が生まれるような、はい、そういったあの空間作りっていうのをプロジェクトでやっているということなんですね。はい、ありがとうございます。いや皆さんまあね、大きな作品を初めて作ったお二人ねいろんな経験できたと思うんですけれどもプロジェクトこのプロジェクトやってみてやはり良かったですかね。はい、良かったです。良かった成長できたできました。ありがとうございます。はい、では最後にご視聴してくださっている高校生受験生の皆さんへ、皆さんからメッセージをお願いします。まずは加藤さんお願いします。はい、多分今受験を考えていたりとか実際に今1年生の方だったりとかいると思うんですけど美術系の高校の専門でやってなかったりとかして不安な人も多分いるとは思うんですよ。
美大に入るって結構技術いるのかなとか、センスいないとダメかなとか、私自身はなんか全然そういう知識なしで実際入学したんですけど、このプロジェクトも通してですけど、1年間この大学で過ごしてみて、やっぱり知らないことがあるってことはすごく知識が逆に身につくって言ったら、その身につく量はすごく多いので、学科との両立が大丈夫なのかなっていう不安は多分あると思うんですけど、でもなんかやりたい気持ちをすごく優先して選ん、そのプロジェクトに参加してくれたらいいのかなっていうふうに思います。ぜひ参加してほしいです。はい、ありがとうございます。いやー、そうだよね、みんな不安に感じてるけど挑戦するっていうね、気持ちが大切ですよね。はい、ではお次は上田さん、お願いいたします。はい、私も高校は普通の進学校からここの芸術大学に進学したんで、やっぱりその不安はあったんですけど、学科プラスプロジェクトをするっていうことで、なんかその学科で専門知識をつけながら、プロジェクトでそれぞれ違う異なる学科のことをアウトプットする場所っていうのが、すごいプロジェクトなんかとしてすごい合ってるので、ぜひプロジェクトって言っても布告以外にもたくさんあるので、1年生からこう挑戦するっていうのはすごいいいことだと思ってて、1年生は特に時間がたくさんあって、2年生ももちろん時間はあるので、ぜひなんか1、2年の間にプロジェクトに挑戦してほしいなって思います。はい、ありがとうございます。いや、アウトプットって本当にそうだよね。実際まあ授業で取り組む課題ももちろん大切だけど、どんどん試していくっていうのがプロジェクトの良さですよね。うん、はい、ありがとうございます。では最後にチャキさん、お願いします。はい、高校生の方だったり保護者の方が多分見ておられると思うんですけど、プロジェクトとの両立、プロジェクトと学科の両立って本当にできるのっていうふうに多分よく質問で来ると思うんですけど、そういう中でその学科だけだったらやっぱり怠けてしまう、時間がいっぱいあるからまだ大丈夫っていうふうに多分思ってしまうと思うんですけど、プロジェクトに入ることでタスクやること、今日のやることがいっぱいあるっていうふうにすることで、もうスケジュール管理だったり時間調整をうまくせざるを得なくなるっていうかっていうことがあると思うんで、そこでそのプロジェクトに入ることで、もちろんそのプロジェクト内でその時間管理、そのスケジュール管理っていうのがあると思うんで、そこの中でその学科との両立っていうのもできるようになってくると思います。その心配してる方、そのプロジェクト本当に大丈夫かなって思ってる人でも絶対できるようになる、私でもできるようになったんで、できるようになると思いますので、ぜひプロジェクトに入ってください。いやー、ジャックさんありがとうございますね。本当にね、よくね聞かれる、これもやりたい、あれもやりたいけど大丈夫なんですかって、またね大学生にもなってないからね、高校生不安に感じるんですけれども、タスクを増やしてこうスケジュール管理をしていくってなかなかストイックやなって思うんですけれども、ね、京都芸術大学ストイックな学生多めですね。なんか頼もしいんですけど、確かに仕事し始めてもやっぱり社会実装プロジェクトって、はっきり言って仕事っていうものを知る一つの機会だと思うんですよね。で、私も普通に社会人として働いているんですけれども、いろんな仕事を通して、自分の段取りであったりとかを考えたりとか、自分の置かれた役割っていうのを知っていったりすることっていうのもすごく、やはり社会に出てからもどんどん大人もやっていっていることで、それを学生はね実際体験しているということで、より4年後学んだ後どういった姿になりたいかなっていうのをね、学生自身もイメージしながら自分の就職活動にもつなげていけるのかなというのがね、やはりプロジェクトの魅力だなって改めて感じました。高校生ね、受験生の皆さんに実際プロジェクトに参加した、在学生からねメッセージを、いただいたんですけれども、プロジェクト、他にもたくさんあります。自分に合ったプロジェクトや自分を成長させたいっていう風にね、挑戦的に選ぶこともできます。いろんなプロジェクトぜひぜひ知ってみて、あ、これやりたいなっていう風に考えることも、まず一つ進学について考える大切なポイントかなと思いますので、ぜひぜひプロジェクトについても知っていってもらいたいなという風に思います。今大学のウェブサイトでも私たちの大学の社会実装プロジェクト、紹介しているページがございますので、ぜひぜひご覧ください。それでは皆さん、今日学生の皆さん、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、高校生受験生の皆さん、受験頑張ってください。それでは本日もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。